久保さん。まあ、あなただからできたんでしょう、みたいなね。あまあ、言われるでしょうね。うん。私、私にはできません。私にはできませんにしましょうか、タイトル。私にはできません。じゃあ、どうしたいのっていう。うん。できないままでいいんですか、と。インターネットはずっと使ってる、見てる。だけど、 稼げない。稼ぎ方がわからない。私にはできない。そのままでいいんですかと私にはできません。うん、OK。そのままでいいんですかそのままでいいんですかもしそのままを選ぶんであるならば、会社で働いて給料をもらうという世界でしか生きられないですよね。うん まあも,もちろんね、あのインターネットで稼ぐっていう以外にもいろんなお金の稼ぎ方ありますので、例えばあなたが社長になって従業員を雇って従業員に働かせて売り上げを上げるっていう方法もあ,ありますよ。ね。まああの分かりやすい例で言うならば、あなたが雇用される側なのか、雇用する側なのか、これは2極で大きく分かれるところで、まあ分かりやすいですよね。まあ現実世界でも、まあそれがベターに行われてるわけですから。じゃああなたは雇用されるままでいいんですか でも社長にはちょっと。じゃあ雇用されるしかないですよね。<laughs> だから、私にはできません。で、どうするなんですよ。じゃあどうするっていう。で、私にはできません。僕が言いたいのは、私にもできません。でも、稼ぎたいです。なんかそれってその、稼ぎたいんだったらじゃあできるようになれよって話なんで。<laughs> なんかね、 言いたいたのがどっ,ちそのどっちって話です。どっちっていう <laughs>。なんかね、あれもこれもとかね、うん、まあおかしくないですか言ってることとやってることが。だ言ってることとやってることが一緒だったらいいんですよ。私にはできません。だからあのずっと働きます。別に、まあ、ネットで稼いでる人はいると思いますし、でも私はできないんで、まあ、この生活で十分ですと。なんでこの生活で十分かっていうと、 この収入しかか得らられないからですだから十分なんです。だから幸せなんです。私の幸せの限界値はここなんです。っていうんだったらいいんだけども、なんか指さ,すさしてくるわけですよ <laughs> いやいやいや <laughs> う。いやいやいやと。いやいやと。いやいやと。久保さんだからできたんでしょう。吉谷さんだからできたんでしょう。いや、えー、じゃあどうしたいのっていう。<laughs> だからね。 だからまあ、本当の気持ちはね、本当の気持ちを汲み取ると分かりますよ。分かりますよ。それは、あの、なんだ。なんだ、本当はそこじゃなくて、本当は自由な生活したいっていうのは、多分誰しもがあると思いますよ。うん。なんか全員がなれるわけじゃないけれども、じゃあ全員のままでいいのかって話なんですよ。そこに対してどれぐらいやったんですかっていう。なんか、 私にはできませんとかん、無理だっていう人は、じゃあどれぐらいやったのかと。少なくても、まあ、この久保さんと、やさんと僕のやりとり、この、このやりとりですらもう3000本、4000本になってるわけですよ。このやりとりだけですよ。これ僕メインじゃないですからね。全くメインで、もうサブのサブのサブの、もうあれですけど、もうだって商品も売ってる、あの売り終わっちゃったんで、2年前にね、奥間長者合宿終わってますから、もう本編は、セールス終わってるんで。 だそ,うそれはやったのかっていう話なんですよねで。100歩譲ってですよ。100歩譲って、例えば久保さんも当時ね、ネットビジネス始めたとき、マージャン店で何もわからなかったときに、ね、24時間お客さんと会ったりとか、あの、もうずっとやってたわけじゃないですか。Facebook ライブもね、4000回以上やったりとか、日々 Facebook 投稿、毎日投稿なんか当たり前だし、なんかネタがありませんとか言ってないですよね、久保さんね。とにかく毎日投稿してたし、今も Facebook 投稿してると思いますし、 まあ、YouTube もやってるし。ね、百歩譲って、そこまでやってできなかったんだったらわかるんですよ。ね。だって、僕と久保さんはやってきた人間なんで、じゃあ、なんだろうな。最初から、天才だったのかって話じゃなくて、僕と久保さんは、普通の凡人ですよ。てか、凡人以下だと思いますよ。だって、才ある人だったらね。才ある人だったら、 マージャン店で赤字出さなくないですかどうすかね才能があるんだったら、マージャン店で赤字出,な出さないでしょ才能あんだから。僕も借金2000万背負いましたけど、才能があったら借金2000万なんか背負うはめにならないですよ。うーん。もう凡人以下ですよ。でも、凡人以下だったとしても、凡人以上の生活を得てる理由は、凡人よりやってるだけですよ。普通の人よりやってるだけですよ。素直に。シンプルに。 魔法も何も、何もないですよ。何もない、そこには。うん。ただひたすらやってるだけなんですよね。だからまあ、まあこれからもね、久保さんだからできるんでしょうとか、吉谷さんだからできるんでしょうって多分言われると思いますし、私にはできませんっていう人もいるだろうし、いいんですけど、うーん、まあよくないな。よくないから言ってるんだけど、<laughs> なんだろうな。 うんまあ結局どうしたいのかって話なんですね。で、そうなりたいんだったら、そうなるために、とりあえず人ができないぐらいまで突き抜けてやれば、まあ人と違う結果は得られますよ。これは間違いなく。それができないから困ってるんじゃないですかっていう人もいるかもしれないですけど、なんでやることに困るんですかやるだけじゃないですか。行くだけじゃないですか。で、行き方がわかりません。例えば東京に行く。 行き方が、新幹線の乗り方が分かりません。飛行機のチケットの取り方が分かりません。勉強すればいいじゃないですか。単純に <laughs>。でも、小学校の時とか、ちっちゃい頃って、新幹線のチケットの取り方も分かんなかったんですよ。じゃあ、なんでそれが分かったのか。東京に行きたい。じゃあ、行く。じゃあ、その手段として新幹線とか飛行機があります。でも、分かんなかった、最初。チケットの取り方ね。親が取ってくれてたわけじゃないですか。そういうのは。でも、それ学んだわけじゃないですか。あ、こうやって取るんだなっていう。 じゃあ今どうですか新幹線のチケット買えるじゃないですか。それ学んだからですよね。学んでやればいいんですよ。学んでやればいけますから。<laughs> うーん。だからもうすごくシンプルですね。うん。で、昔と違って今は無料でいくらでも学べるものはたくさんありますから、お金かけずでも学べるわけですよ。うん。学んでただやるだけですよ。 マクボさんもね、FX ね、全く初心者の状態から今勝てるようになってるけど、これ、あれじゃないですか。ただ学んでやっただけですよね。学んでやっただけですよ。4年ぐらいですか ?3 年4年やって、今勝てるようになったって言ってましたけど、それだけやったわけですよ。うーん。まあもう本当にシンプルです。うーん、その、僕がお話ししてるのはね、 月で1億稼ぎましょう。年商100億、年商1000億、えー、上場企業を作りましょうっていうお話ではないんです。月収100万です。はっきり言って、たかが月収100万です。ね。すごく、あの、向かってくる人もいるかもしれないですけど、これはいけますから。うん。それは勉強してないだけですからね。勉強して、なおかつやってないだけですよ。うん。やれば簡単になりますから。 でもやらないからずっと難しいままなんですね。はい。い,いってらっしゃい。